沖、沢のどかは、日本の指揮者。青森県三沢市生まれ、青森市育ち。ハンス・アイスラー音楽大学ベルリン修士、家庭オーケストラ式専攻修了。ドイツ・ベルリン在住。所属事務所は、K.D. シュミット。青森県出身。親族の影響で幼少期から楽器類に親しんでおり、小学5年から高校までは、地元の青森ジュニアオーケストラでチェロを弾いていた。 青森県立青森東高校では吹奏楽部に所属し、パートは大声であった。音楽の道に進むと決意したタイミングが高校2年の冬と遅く、それまでほぼ勉強していなかった指揮科を進学先に選んだ理由の一つとして、普通高校でも芸術系大学への入試準備が間に合うかもしれないと考えたためと明かしている。東京芸術大学音楽学部指揮科に、 現役合格、主席卒業。卒業時に、アカンサス音楽賞、同性会賞を受賞し、新卒業生紹介演奏会に出演。同大学院音楽研究科式専攻修士課程、終了。2011から2012年、オーケストラ・アンサンブル、金沢式研究員。2015年、フェリックス・メンデルス・ゾーン基金の小学生に選出。2017年、 ダニエレ・レガッチとロイヤル・コンセルトヘボー・管弦楽団によるマスター・クラスに参加。2018年第18回東京国際音楽コンクール式にて女性として初めて第1位及び特別賞斉藤秀夫賞を受賞。第7回ジュネス・ミュージカル・ブカレスト国際指揮者コンクールにて第3位受賞。第1回ニース・コート・ダズール・オペラ式。 コンクールセミファイナリスト。2019年、東京、春、音楽祭において、リッカルド・ムーティによる、イタリア・オペラ・アカデミーを受講。2019年9月21日、第56回ブザンソン国際指揮者コンクール優勝。同時に、聴州賞及び、オーケストラ賞に輝いた。2019年10月、ハンス・アイスラー音楽大学ベルリン修士。 家庭オーケストラ式選考を終了する。これまでに、式を、田中義和、松尾陽子、小高忠明、高関健、下野達也、クリスティアン・エイバルト、ハンス・ディター・バウム、マヌエル・ナブリの各詞に、オペラ式を、ハンス・ディーター・バウムに指示。井上道義、下野達也、パーブ・ヤルビ、メーネ・ヤルビ、クルト・まずは、リッカルド・ムーティ各詞のマスタークラスを受講。 音楽評論家のゲンオサメは、第18回東京国際音楽コンクールで、オキサーが優勝した時の式を、体軸が全くぶれず、動きに無駄がない式、落ち着いて音楽に没頭できると評している。ありがとうございます。